青コーナーより青柳正史、土方隆二入場。さあ、がっちり手を組んだこの男たち、果たしてどんな戦いを見せるのでありましょうか。Hideki、 Sasaki、 Yoshihito、 入場。さあ、タッグの頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。タッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー175センチ95キロ、土方隆二。172センチ93キロ、青柳マサシ。館長、赤コーナー小坂174センチ95キロ、佐々木よしひと。180センチ115キロ、穂坂秀樹。レフリー山本小鉄。土方行け。運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ボディースラム、アキレス腱固めに移行します。あっと、キャッチした。足に照準を絞るのでありましょうか。張ってまいります。掴みます。エルボーを入れていきます。掴んだ。させません。乾いた音が館内に響きます。抱えます。あっと、リバースで返してまいります。チョップを落としてまいります。組み合います。巻き投げで切り返します。このあたり決まり具合はいかがですか。まだこれは入ってないですね。そうですか。掴んだ。喉元を狙ってまいります。パンチで返します。掴みます。キック攻撃を見舞います。ストンピングです。ロックアップ、ロープに振った。回転してのキックです。スイッチしてまいります。おっと、逆に捉えた。背後から裏アキレス腱固めの体勢です。組みに行きます。逆に返します。
腰を落として逆エビ固めの体勢です。ここでタッチです。打ち込んでまいります。足を狙ってまいります。腰を落とします。耐えます。腰を落とします。あっと、ボムに持っていった。ボールを返します。あっと、逆に捉えた。テイクダウン。起こしてまいります。ハンマーが襲ってまいります。あっと、逆に脇が止めて切り返す。バックに回った。バックを取ります。脇固めに移行してまいります。あっと、キャッチした。足を殺してまいります。あっと、スピア。リング上は首4の字固めであります。腕をフックします。ニーを突き上げます。行くのか。フライングメイヤーで倒します。キックを打ってまいります。このポーズです。ここでタッチです。組みに行きます。ロープに飛ばした。腕を回します。ブレンバスターで切り返します。組み合います。逆に投げてまいります。エルボードロップ落としてまいります。抱えます。レッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで行くしかないですよね。はい、一気に締め上げる。組み合った。ボディスラムで投げつける。10分経過。10ミニファイル。頸動脈を締め上げる。スイッチ。あー、ブロック。バット、キャッチした。バックを取ってエルボーで切り返す。フライングニール、センスを広げた。抱き起こす。小脇に抱えた。エルボーで返す。ここでタッチだ。起こした。トップロープを狙う。リングに戻ります。一気に行くのか。担ぐか。あっと、逆に切り返した。腰を落とす。そのままボムで叩きつけた。カウント2つ。惜しい。すごい音がした。すごい顔で打つ。担ぎ上げるのか。あっと、ボムに持っていった。ここからは大技を 2,3 発持っていきたいですよね。あっと、脇固めに取った。ここでロープブレイク。キック、立たせていく。あっと、首から落とした。引き起こす。バックを取って、ニークラッシャーで叩きつける。
殺していった。ロープブレイク、さあタッチ。張り手、いけるか。逆に返した、起こした。15分経過。蹴り上げていく、強烈キック攻撃、引き起こす、フライングリールキック、立たせていく、腕をフックした、膝頭を入れていく、張った、首根っこを掴んだ、地獄好き強烈。ここで持っていくのか、引き起こす、ヒールキックが止め髪に入った。一気に料理するのか、カウントは入る、ロープに逃れた、チョップ、ストマックを狙っていく、起こした、あと寝りちゃいか、抱き起こす、頭を掴んで、ここはチャンスですね。そうですね、ここは一気に攻めるしかないですよ。ここでタッチだ、フェア、丸めていく、トゥーカウント、ここでスイッチ、ブロックした、ストンピング強烈、ガジェット組み合った、あっと返した、ストンピング、引き起こす、腰に手を回した、打たせない、腰を落とす、さあ渾身の力で締め上げる、これは完全に入ってますよ。担ぐか、逆にバックに回った、ああ脳天2だか、蹴りをぶち込む、起こした、ハイキック側頭部、組み合った、逆に振り返して、スピア強烈、立たせていく、肉体を躍動させ、腰に手を回した、おっと逆に腕を取った、いけるか、ビクトル式にも1分経過、20ミニスパー、ブレンバスター行くのか、あと逆に投げていった、ガードした、あげるのか、デスバレーで叩きつけた、その
青コーナーよりミスター芦屋入場。さあ、ヒーズハードコア不死身のタフガイが入場してまいりました。入場。さあ、ヒーズハードコア不死身のタフガイが入場してまいりました。シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー178センチ110キロ、頑張れミスターアシヤ、頑張れ頑張れ。赤コーナー180センチ100キロ、ムロタ頑張れ鉄彦、レフリー山本小鉄。今ゴングが鳴りました。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。コーナーに振ってランニングしたらエルボー、ブロックします。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。ボディスラムで叩きつけます。掴んだ、ハンマーが襲ってまいります。ロックアップ、ロープに飛ばした。肘を打ち込んでまいります。バックを取ります。まあ、レスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。組み合います。逆に振り返してカウンターで返します。あ、このあたり気迫がすごいですね。そうですね、いい顔してますよ。組みに行きます。ヘッドシザースで返します。掴みます。あと金的か、切り返します。ショルダータックルで倒します。カバーの体勢、ここで休みたくないですね。そうですね、ここは仕掛けたいですね。ロープに振った、ドロップキック、逆スイープ、足に照準を絞るのでありましょうか。
ドンピングを叩き込んでまいります。あっとキャッチした。足を殺してまいります。腰を落とします。リバースで返します。引き起こします。今のスープレックスなんですが、いかがでしょう。いや、ちゃんとへそで投げてますよね。スープレックスはおへそに乗っけるように投げないとダメなんです。ああ、そうしますと今のスープレックスは合格ですか。そうですね。あっと、ラリアット、キャメルクラッチ、ラクダがダメであります。ロープブレイク、抱えます。ボディースラム、ラフサッポーに転じます。起こします。行くのか、返してまいります。ストンピングです。行くのか。あのですね、投げ技っていうのは一歩間違えれば大変なことになってしまいますから、選手たちは受け身のタイミングってものを体で覚えているんですよ。あ、なるほど。ロックアップ、コーナーに振った、走り込んでのエルボー、逆片エビ固めに移行してまいります。ロープに逃れました。腕をフックします。耐えます。腕をフックします。させません。張ります。打ち込んでまいります。組み合います。対角線に飛ばした、パンチで返します。このポーズです。バックドロップの体勢、エルボーでブロック、抱えます。逆に投げてまいります。腕をフックします。打たせません。組みに行きます。逆に返します。荒っぽいファイトを展開してまいります。スタンディングを取らせます。意識もおろうか、決めに行くのか。トップロープを狙う、トップロープからのギラチンドロップ、奥歯を噛みしめた、脳天かちまった、パイルドライバー、抱き起こす、抱えた、あと耐えた。辛いはずですよ。はい、10分経過、10ミニファイル、逆水平、フロントキック、膝にピンポイント集中砲火、ガードした、バックに回った、おっと外した、ここで持っていくのか、小脇に抱えた、エルボーで返す、バックを取って、ジャーマンスペックス、まだ腰を離さない、3つは入りません。組み合った、あっと返した、念仏を捉えた、パワーバル、後頭部を痛打、ロープに逃れました。打たせない、ガジェット組み合った、逆に返した、あっとパンチ、頭を掴んでハンマーを振りかざす、ラリアット、至近距離、エビに固める、カウント 2.5、 ブロックした、ピンポイント、膝、シャイニングウィザード、一瞬の魔法をつけ、これで決まったか。ここでロープブレイク、いけるか、かわす落とし、カバーの体勢、ここが踏ん張るとこですね。そうですね、ここからは精神力の勝負ですよ。ノーザンライトスープレックス、北斗原爆、トゥーカウント、ブロックした、ラリアット左腕、抑え込んで、顔面砕き式の DDT、 片エビに持ち込む、
カウント 2.89! 重点をバズーカ逆さ押さえ込みロープブレイク組み合った強烈に締め上げるハンマーパンチ強烈エビに固めるロープブレイクロープブレイク片エビに持ち込むガンネギの母の胸に抱かれました逆さ押さえ込みで丸めるカウント 2.98 もう泣いている女の子もいます引き起こすシャイニングウィザード先行魔術師エルボーを打ち込むラリアット強烈カバーの体勢カウント3つカウント3つ入りましたコーナーより ROD ジャマール若雪国入場さあ強烈なユニットが結成されましたその姿を今表します赤コーナーよりプロレスリングノアモハメドヨネ池田大輔入場ゴーさあがっちり手を組んだこの男たち果たしてどんな戦いを見せるのでありましょうか60分一本勝負を行います青コーナー ROD 178cm 85kg 若雪国195cm 150kg ジャマール赤コーナープロレスリングノア180cm 105kg 池田大輔185cm 110kg モハメドヨネレフリー山本虎鉄ゴングが打ち鳴らされましたさあ放送席は桃田さんにおいでいただきました両者の表情なんですがねどのようにご覧になりますかまあ両選手ともいい顔してますよね体調もいい証拠じゃないでしょうかとなりますと
いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。あっと、キャッチした。あっと、叩きつけてまいります。抱えます。蹴ってまいります。乾いた音が館内に響きます。コーナーに振った。カウンターであります。タックルでぶちかまします。絞り上げてまいります。ロックアップ、パンチで返します。おっと、逆に捉えた。させません。ここでタッチです。行くのか。逆に投げてまいります。さあ、この辺りのサブミッション攻撃いかがですか。そうですね、こういう攻めは後々生きてきますからね、要注意ですよ。そうですね、ガードします。ストンピング、蹴りつけてまいります。腕をフックします。強烈に打ち込みます。2位を落としてまいります。スタンディングをトラスマ、胴を打ち込みます。組みに行きます。フライングメイヤー、ドロップキックを放ってまいります。組み合います。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを振りかざします。ドロップキック、腕を回します。ブレンバスターで切り返します。ブロックします。そのまま絞り上げます。ドロップブレイク、行くのか。リフトアップ、リフトアップ、引き起こします。逆に返します。アップとエルボー、エルボーを入れていきます。ストバックを狙ってまいります。掴んだ。ヘッドを連続で払ってまいります。このポーズです。足攻めに転じます。張ります。あっと、ラリアット、スイッチしてまいります。起こしてまいります。バックに回ります。バックを取ります。金的攻撃、ラフ殺法に転じます。起こします。 DDT 脳天、ストンピング強烈。あっと、キャッチした。今危なかったですね。そうですね、危なかったですね。抑え込んで、ロープブレイク。ここでタッチだ。トップロープを狙う。リングに戻ります。起こした。逆に返した。ストンピングを叩き込む。絞り上げる強烈。組み合った。あと、逆に投げていった。カバーした。ロープブレイク、ロープブレイク。あと、逆に捉えた。逆にパンチ。のど輪か。チョークスラム、豪快。エルボー強烈。そのまま体固め。カウント2、返しました。
もうかなりきついと思いますね。はい、あと逆に倒した、気合を入れた、ストッピング、全体重を落としていった。さあタッチ、蹴りをぶち込む、腕を取った、そのまま腕を決めていった。ここでロープブレイク、あっとキャッチした、あっと返した、ブロックした、小脇に抱えた、エルボーで返す、稲妻、ここで持っていくか、リングに戻ります、蹴り上げていく、ガードした、決まり具合いかがですか。これはきれいに決まってますよ。担ぐか、打たせない、強烈なキック、肉体を躍動させる、抱き起こす、ガチッと組み合った、バットを切り返した、腕しぎ入った、ここでスイッチ、15分経過、15m、フロントキック、強烈キック攻撃、トップロープを奪う、そうですね、ここからどっちが技を畳みかけるかですね。中身の濃い、密度の濃いこの試合、まさに戦いの濃縮 100% ジュースであります。トラースキック、引き起こす、ドロップキック、強烈、引き起こす、ラマヒストラル、カウント 2.99、いけるか、グラウンドに持っていった、さあ首をかっきった、あっとクロスフェースに持っていった、おっと逆に捉えた、後頭部円錐、クロスフェース、ここでゴールが連打されます。ラフリーオブセス&デストロイ、R.O.B. コーナーより01弾丸戦士田中正人入場。さあ不死身のタフガイでありますこの男、弾丸戦士田中正人が入場してまいります。
赤コーナーより ROD ザ・グラジエーター入場。さあ、驚異の破壊獣ザ・グラジエーターが雄たけびを上げながら入場してまいりました。青コーナー01183センチ108キロ田中マサト。田中さん、グラジー。赤コーナー田中 ROD 192センチ135キロザ・グラジエーター。レフリー山本小鉄。グラジー、運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ桃田さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。腕を回します。させません。掴みます。ハンマーを振りかざします。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか？そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。ハンマーが襲ってまいります。組みに行きます。ボディスラムです。起こしてまいります。行くのか。コーナーに振った。あのね、技っていうのはたくさん出せばいいってもんじゃないんですよ。一つの技を大事に使うこともある意味プロとして大事なんですよね。ああ、なるほど。返してまいります。引き起こします。ブレンバスターに取ります。投げ技っていうのはね、あんまり受けるっていうことは好きじゃないけど、下手にこらえるのが一番危ないんですよ。だからある程度入ったら自分からためらわないで行っちゃった方がいいんですよね。ああ、その方がダメージを負わないわけですね。そういうことになりますね。ドロップキックを放ってまいります。組み合います。ボディスラムで投げてまいります。掴んだ。パンチで返します。ランニングしたらエルボー。こうやってね、1点を狙っていくのは効果的ですよ。後々効いてきますからね。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。気合をあります。掴みます。ハンマーを打ち込んでいきます。こういうペースの持っていき方はうまいですよね。これで自分のペースに持っていきたいところですよね。チェンジオブペースといったところですね。腕をフックします。ブレインバスターで叩きつけます。足を殺してまいります。ロックアップ、逆に投げてまいります。切り返します。組み合います。巻き投げで切り返します。スリーパーホールドに入ります。抱えます。リバースで切り返した。
脇に抱えた。エルボーで切り返す。組み合った。コーナーに振って。あっと返した。剛腕ラリアット。カバーの体勢。三つは入りません。フロントキック。もう針振り切ってますね。すごい気迫ですよね。もうヒートアップしてますよ。いけるか。対角線に飛ばした。ナダル式のフロントスープレックス。立たせていく。至近距離からのライアット。起こした。ブレンバスターで切り返した。抜くのか。パワーボム投げっぱなし。ガチッと組み合った。コーナーに振った。ラリアット投げ倒し。抱き起こす逆水平。引き起こす。ガチッと組み合った。締め上げていった。ハンマーを振りかざす。起こした。腕をフックした。リング上の殺虫剤 DDT。 立たせていく。バックを取って、バックドロップ。岩石砕け散る。エビに固める。ホームに逃れました。天民杯。バットバックに回った。エルボーで返す。ラリアット強烈。起こす。ラリアットものすごい。抑え込んで。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。下手とこ勝負ですよ。逆にパンチ。キック。肉体を躍動させ。放っていくのか。ダイビングバディプレス。コーナーより理不尽大王サクソン春樹入場。さあ、己の信じたプロレスの集大成を目指し堂々の入場であります。
頑張れ。シングルマッチ60分1本勝負を行います。頑張れ。青コーナー182センチ126キロ、頑張れ。サクソン春樹、いけよ。赤コーナー頑張れ。508寸58貫、ウイニング、ガンガンいけ。カメムラ頑張れ。レフリー山本小鉄。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、明日に照準を絞るのでありましょうか。ストレッチプラムに入ります。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか？まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああそうですか。掴んだ、ヘッドを打ってまいります。キックを打っていきます。足を狙ってまいります。エルボー掴みます。させません。あのね、選手っていうのは試合中は興奮してますから、ある程度痛みってのは感じないんですよ。はあ。でもね、試合終わってから今まで分かんなかったところが痛くなったりするんですよ。あ、そうなんですか。ラリアット、ギロチンドロップ。掴みます。この辺りタフに転じてまいります。掴んだ、派手さには欠けるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚いこの男のレスリングというものは、まさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。アット、エルボー打ち込んでまいります。乾いた音が館内に響きます。ブロックします。組みに行きます。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振りかざします。ロックアップ、フライングメイヤー。ゴツゴツした鈍い音が響きます。掴んだ、ラフな展開になるのでありましょうか。キックで返します。全体重を落としていった。カウント2で返します。腕をフックします。ストバックに突き刺さります。行くのか、巻き投げで切り返します。鬼の形相で締め上げます。ロープに逃れました。掴んだ、逆に返します。エルボーを入れていきます。後頭部返事、全体重を落としてまいります。組み合います。逆に投げてまいります。ストレッチプラム、ストレッチプラム、岩壁の母の胸に抱かれました。チョッパー、タックルぶちかわし起こした。これは強烈ですね。そうですね、ストレッチプラムの体勢。切り返した。
を叩き込む。あっとエルボー、ラフに転じる。ラリアット、バットキャッチした。させません、蹴っていった。いけるか、バット逆に投げていった。さあ渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。10分経過、テンミートファイコーナーに振って、これは受け身取れないですよね。デインジャラス直下式、そのまま後ろに投げていく。抑え込んで、コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうですね、ここからどっちが技を畳みかけるかですね。対角線に飛ばした。あっとライアット、強烈に決めていった。ロープに逃れました。あっと逆に蹴っていった。おっと逆に取られた。あっと返した。もうこれは無酸素状態でやってますよ。はい、まさにレスリングハイですね。カバーの体勢、危ない、カウントリーテンキュー。いけるか、巻き投げで切り返した。抱き起こす、雄たけびを上げた。ラリアット投げ倒し、どうか、カウントスリーが入りました。青コーナーよりハンター五条入場。さあ、極悪非道の最強ヒールでありますこの男、今日も血を求めてリングにやってまいりました。コーナーよりケリーテキさん入場。さあ、西部の強豪テキサスの荒山が入ってまいります。
けシングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー178センチ145キロ、頑張れハンター五条、頑張れ頑張れ。赤コーナー、頑張れ188センチ110キロ、ガンガンいけケリーテキサン。レフリー山本小鉄、ガンガンいけ。さあ運命の鐘が鳴った。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。これは苦しい、超攻撃です。ロープにブレイクしました。組み合います。ロープに振った。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああそうですか。グーを打ち込みます。ショルダータックルで倒します。逆に返します。このポーズです。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。行くのか。ボディースラムで叩きつけます。あのね、選手っていうのは試合中は興奮してますから、ある程度痛みってのは感じないんですよ。はあ。でもね、試合終わってから今まで分かんなかったところが痛くなったりするんですよ。あ、そうなんですか。掴んだ。キックで返します。乾いた音が館内に響きます。ナックルを打ち込んでまいります。顔面を狙ってまいります。腕を捉えます。腕を狙ってまいります。まさに優良外国人といったところでありましょうか。その確かなレスリングは今夜もファンのハートを捕まえてまいります。この男の戦いぶりに外れは一切ございません。腕をフックします。このあたり研究していますね。そうですね、簡単にはさせませんね。グーパンチです。腰を落とします。リバースで返します。肩が上がります。逆に捉えた。プロとして試合をしていく上でやっぱり重要なのはいかに頭を打たないかということなんですよね。そのためにレスラーは受け身を本当に何十回も練習しますからね。ああ、まさにそのあたり日々の鍛錬というわけですね。もちろんそうですよ。走り込んでのエルボブレンバスターに取ります。ブレンバスターストンピング、蹴りつけてまいります。組みに行きます。返してまいります。組み合います。コーナーに振った。ラリアットキャメルクラッチ、ラクダがダメであります。ロープブレイクです。張ります。抱えます。逆に投げてまいります。ラリアット強烈、腰を落とします。あとリバースで返してまいります。エルボードロップ、キックを打っていきます。行くのか。逆に倒します。引き起こします。掴みます。させません。ランニングしたらエルボー、体を預けます。技の仕掛けが早いですね。勝負にいってますね。足を殺してまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。組みに行きます。ロープに振ってサイドからオブラツイストの体勢、
抱えます。人間風車ダブルアームスープレックス、引き起こす、エルボーで返す、いけるか、あと逆に返した、小脇に抱えた、抱え上げてバックダンプ、カウント入る、トゥーカウント、まだ足りません、頭を掴んでハンマー気味のパンチ、もう放送席まで痛みが伝わってまいります。あのね、これは相当きついはずですよ。逆エブで一気に反り上げる、バットキャッチした、足を打ちつけていった、起こした、ここで返されると痛いですよね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。ガードした、組み合った、バット返した、肉体を躍動させ、カウント 2.5、 まだまだです、見栄を切った、ガジェット組み合った、逆に返した、ストンピング、ガジェット組み合った、正面から投げを見舞った、抑え込んでカウント2つで返してまいります。このポーズ、あと逆に倒した、回転足折り固め、スピニングトーホールド、岸壁の母の胸に抱かれました、あと逆に投げていった、抱き起こす、掴んだ、ブロックした、ラリアット、ストッピング強烈、うまく切り返した、バックを取ってバックドロップ、岩石砕け散る、スピニングトーホールド、決めていった、バットキャッチした、ラリアット、ものすごい小股に挟んだ、脳天勝ちまった、パイルドライバー、いけるか、あっと切り返した、体を預ける、ここは仕掛けていきたいですね、勝負どころですよ。はい、15分組み合った、逆に返した、見栄を切った、に逃れました、ダブルアームで投げていった、肉体を躍動させ、スピニングトーホールド、決めていった、いけるか、コーナーに振った、エルボー、そのままここでロッププレイク、おっと逆に捉えた、あっとエンジン切り、膝を狙っていった、カバーした、カウント 2.89、 グリレックを掴んでブロックした、引っこ抜きか、あっと返した、奥歯を噛みしめた、逆に返した、ロッププレイク、抜くのか、ノーテック打ち、パイルドライバー、頭を掴んでガードした、ラリアット投げ倒し、あと顔面踏みつけ、小股に挟んだ、リバースで返した、腕を回した、
脇に抱えた後頭部が悲鳴を上げるバックドロップ。このポーズスピニングトーホールド、ここでギブアップ。青コーナーより邪道下道入場。さあ、強烈なユニットが結成されました。その姿を今表します。入場。さあ、がっちり手を組んだこの男たち、果たしてどんな戦いを見せるのでありましょうか。60分一本勝負を行います。青コーナー174センチ90キロ、ゲドーゲドー180センチ96キロ、ジャドー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 。赤コーナー頑張れ180センチ108キロ、神崎人水183センチ95キロ、頑張れランマル。レフリー山本小鉄、頑張れ。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔をしてますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ムーンサート。さあ、勝負の分かれ道はどのあたりになりますかね。ちょっと僕にも想像がつきませんね。リング下に落とします。リング下に降ります。ラリアット、ラッサッポーに転じます。蹴りをぶち込みます。行くのか、返してまいります。スタンディングを取らせます。掴みます。逆に返します。張ります。組み合います。逆に投げてまいります。リング内に戻ります。リング内に戻ります。
ローリングシットのキック組みに行きます。倒してまいります。ここでタッチです。ロックアップ、バット返します。気合を入れてまいります。ブロックします。アウト、エルボー、行くのか。ロープに飛ばした。ラリアット投げ倒し。こういうのは効果的ですよ。技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。ボディスラムです。トップロープを奪う。スーパーフライで飛んでいった。肩が上がります。組み合います。なんと頭から落としていった。フィニッシュに行くのか。キャメルクラッチの体勢だ。ここでタッチだ。ボディスラムで叩きつけた。エルボードロップ強烈。おっと逆に捉えた。円錐蹴り。フィニッシュになるか。ロープに逃れた。掴んだ。おっと逆に蹴っていった。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで行くしかないですよね。はい、蹴っていった。組み合った。逆に返した。足を抱えた。マンダラひねり。引き起こす。トラースキック。強烈に締め上げる。ガジェット組み合った。逆に返した。首根っこを掴んだ。させません。頭を掴んで厳しい攻めを見せる。あっと円錐切り。組み合った。そのまま締め上げる。いけるか。あっと切り返した。抱き起こす。ガジェット組み合った。ロープに振った。あと強烈ショルダー。組み合った。あと逆に投げていった。ガジェット組み合った。締め上げていった。ハンマー気味のパンチ。キャメルクラッチで強烈に締め上げる。ロープに逃れました。さあタッチ。すごい音がした。いけるか。あっと返した。10分経過。立たせて。さあ首をかっきった。バックに回っサイドからバックドロップ。腕をフックした。打たせない。はったー。ガジェット組み合った。バット返した。強烈サンセットフリップ。バットキャッチした。ラリアットものすごい。あとうまく切り返した。コーナーに登って、お高いところから一気に叩きつけた。カウント 2.5。 すごい顔で打つ。逆にバックに回った。逆に丸めていった。
膝、気合を入れた、リングに戻ります。首根っこを掴んだ、ラフに転じる、キック、そばっと打ち込む、蹴り上げていく、腕をブレンバスターで切り返した。ここで持っていくのか、フロントキック、ブレンバスター行くのか、あと逆に投げていった、見栄を切った、組み合った、あと逆に返した、起こした、バックを取って、急所、小脇に抱えた、うまく切り返した、3つは入りません、スープラトンで放っていった、放っていくのか、ダイビングしてるショルダー、トップロープを狙う、スイッチ、首根っこを捕まえて、チョークスラムで叩きつける、強烈逆肩エビ固め、ロープブレイク、あっと地獄突き、足を取った、マンダラひねりか、トップロープを奪う、さあがっつり決まった、これはちょっと苦しいですね、首をかっ切るのか、いけるか、あっ逆にパンチ、掴んだ、ヘッドバット、コーナーに登って、これは勝負の分かれ目になりそうですか、そうですね、こっから自分のペースに持っていきたいですね、引き起こす、ここでタッチだ、のど輪か、チョークスラム、引っ込みか、20分経過、先制ミニッパー、変形の締めに持っていった、念仏を捉えた、一気に抱え上げてそのままバムで叩きつけた、岸壁の母の胸に抱かれました、蹴り上げていく、組み合った、あっと倒していった、腕をフックしてそのまま極楽固め、ギブアップを宣言しました。
青コーナーよりマスター統合入場。極悪非道の最強ヒールであります。この男、今日も血を求めてリングにやってまいりました。赤コーナーより邪道沖田勝志入場。さあインディーのカリスマが邪道流儀で入ってまいりました。60分一本勝負を行います。青コーナー185センチ130キロ、頑張れマスタートーコー、いけよー。赤コーナー181センチ105キロ、沖田勝志。レフリー頑張れ山本小鉄頑張れ。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ロックアップ、フライングメイヤー、ストンピングを叩き込んでまいります。キックを打っていきます。張ります、張ってまいります、掴みます、あっと噛みつき、蹴ってまいります、打ち込んでまいります、投げてまいります、起こします、腕を回します、ブレンバスター、トンピング蹴りつけてまいります。乾いた音が館内に響きます。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。こういう打撃系の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーというのはあえて相手の技を受けるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。パンチで返します、フロントからのキック、行くのか、ボディースラムで叩きつけます、掴んだ、ヘッドバットの連発を打っていきます。リング上はリバースボストンクラブの体勢です。ロープブレイクです。鉄拳を見舞います、組に切り返します、スタンディングを取らせます、組み合います、逆に返します、
ロックアップ、対角線に飛ばした、あっとラリアット、体を預けます、ロープに逃れました、張ってまいります、打ち込んでまいります、掴んだ、キックで返します、掴みます、させません、蹴りを見舞ってまいります、掴みます、させません、腰を落とします、ドリラーホールパイルドライバー、肩をつけます、カウント2つで返してまいります、おっと逆に捉えた、パンチで返します、蹴ってまいります、キックを打っていきます、乾いた音が館内に響きます、腕を耐えます、蹴りを見舞ってまいります、ヘッドを連続で払ってまいります、ハンマーを打ち込んでいきます、掴んだ、逆に返します、頭突きを打ち込む、あとうまく切り返した、腕をフックした、あと耐えた、もうレッドゾーン入ってますね、もうここまで来ると気持ちで行くしかないですよね、はい、打たせない、組み合った、逆に返した、抱えた、キック、意識もおろうか、おっと急所を打ち据える、腕をフックした、させません、ガチッと組み合った、あと逆に倒した、掴んだ、強烈ヘッドバット、抜くのか、ここで返されると痛いですよね、流れが変わりますよ、勝負のポイントですね、ストッピング、顔面を捉えた、抱えた、打たせない、頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった、10分経過、ストッピングを叩き込む、小股に挟んだ、ノーテック打ち、パイルドライバー、奥歯を噛みしめた、リバースで返した、ストッピング強烈、チョークで締めていった、ガードした、首がために持っていく、ホールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ、だから何回もホールされるときついですよ、あースタミナをロスするわけですね、引っ込む、あと逆に返した、カバーの体勢、三つは入りません、抜くのか、あっと返した、ラリアット、体を預ける、もうこれは逃走本能ですね、もう記憶は飛んじゃってると思いますよ、あっとパンチ、ガチッと組み合った、あっと逆にパンチ、腕を振って DDT 脳天、コーナーに振った、ストッピングを叩き込む、小股に挟んだ、脳天勝ちまった、ファイルドライバー、肉体を躍動させる、ラリアットものすごい、カメルクラッチの体勢だ、岩壁の母の胸に抱かれました、ファイルドライバーがぐさっと突き刺さった、
持ち込む。危ない、カウント2であります。引っこ抜きか、あと耐えた。いけるか、ロープに振ってヘッドでいった。カバーした。2カウント、まだ足りません。抱えた。リング上の殺虫剤 DDT、 そのまま体が固め、ロープに逃れました。ヘッドバット、奥歯を噛みしめた。ドリルホールパイルドライバー、組み合った。コーナーに振って、させません。リングに戻ります。抱き起こす。あっと、ビッグファイヤー、泣かせていく。ハンマーを振りかざす。起こした。いけるか、逆にロープに振った。ラリアット、エビに固める。ロープに逃れた。ガチッと組み合った。あっ、逆にパンチ、すごい形相で締め上げていく。うまく切り返した。一気に両立するのか。あっと、キャッチした。そのまま叩きつけていった。抑え込んで